女子 100m ハードル予選が行われます。 U20 日本記録は13秒05、大会記録は13秒45。予選は4組行われ、各組の1着と2着以下上位4名が決勝に進みます。筑波大学高橋亜美担当委員会で13秒28で優勝。この記録は U20歴代2位のタイムです。高橋は 200m シニアに参戦します。早稲田大学林美希、昨年のインターハイチャンピオン、担当委員会で2位。すでに開催記録を上回っている選手が5名。大会新の誕生に期待しましょう。U20 女子 100m ハードル予選はこの後スタートです。ハードル予選、1レーン早稲田大学林美樹、2レーン昌平高校清水優、3レーン岡山商科大学森丸佳紀、4レーン浜松市立高校西村萌花、
Thank you.
Thank you.
やっぱりプランとしてはちょっと狂ってるでもそこをやってくれる大学生である
勢いで。